時間になってしまって、パッタ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 、こんな時間になっちゃってすいませんでした。こんばんは。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。どうも。お仕事やったよ。ちょっともう髪の毛を崩して、もう軽く溶かしたところだったんで、ギフトありがとうございます。いっぱいだ、ありがとう。いや、メイクさ、やっぱ上達したよね。そう、昨日とね似たメイク、ちょっと違うけど、使ってるものは大体一緒。あなた、ありがとうございます。こんばんは。改めて昨日は生徒さんありがとうございました。ちょっと今日もそう、お仕事終わって帰ってきたのがもう8時半とか損害だったんで、そっからいろいろ、そう、ご飯食べてなかったんで、ご飯食べたりとかなんかもろもろやってたら普通に遅くなっちゃいましたね。 SNS もちょっと作ってたし。でも朝ね、メール送ったのはそう遅れました。朝ね起きれたんですよ。なんかこのまま寝そう。ちゃんとお風呂入って寝よう。うん、初訪問いっぱいありがとう。よし。あ、そう、メンバーのね、メンバーの投稿してくれたツイートにリプしたので、ちょっと一気に通知来てたかもしれない、みんなからしたら。リプって通知来るんだっけ？ツイッターは通知はちょっとさすがに切ってるので、どういう状態で来るのかがちょっと分かんないんだけど、ピロンピロンピロンって来るのかな。はわはわ、設定次第か。まあ X なんですけど、Twitter じゃなくて X なんですけど、コールで声がハスキーになりました。そうだよね、昨日、ん、昨日か、昨日ね、生誕、来てくださった方特にそうだと思うんですけど、劇場をね、コールめっちゃ届けてくれて喉壊したっていう人いるんじゃないの。喉はもうとにかく使わないこと、一度潰しちゃったらそう、もう喋らないようにする。あとはあの紫のうがい薬を使う。おしゃべり会今受付中だっけ。おいでおいで。
やばい、体が疲れてるわ。まあ、今日もね結構長時間仕事だったので、よいしょ、まあ、昨日ね昼夜だった分もあるんですけど、でもちょっと皆さん聞いてください、落ち着きましたちょっと本当に正直怒涛だったんですけど、ここ数週間マジで。でお話ししてた通りサイン入り生写真も書いたし、生写真プレゼントさせていただいた生写真も書いてたりとか、その準備したりとか、まあリハしたりとかいろいろもろもろあったんですけど、そう本日をもってだいぶ落ち着きました。いやまたなんか来週はまあそこそこ、来週っていうか22日、うん、全然あさってなんですけど、22日ゲーム部で、24日がオフライン東京で、あとあれか26がもう公表されてたかな、公演が26だったっけ、合ってたっけとかで、まあなんかそんな感じで、まあ、結局ねそこそこあるんですけど、それなりにそこそこあるんですけどねあそう結構久々のメンツでございます、楽しみだよ、いやいやいやポンポンポンはあ、いやいやいやな、なんかまた公演もね、確か1公演だけだよね、しかもまあすごいなんていうの、新鮮な気持ちでできるんじゃないでしょうか、生徒さんもあったし、え髪型どうしよう、どうしようかな髪型うん、楽しい一日にしましょうね、うんあ、そうそうそう、来週はなのでまあそこそこドタバタはしないけど、その今までのドタバタと比べたら落ち着くよってだけで、別に仕事ないわけじゃないよっていう感じですね、ちょっと気分的に落ち着くよって感じです。そうなので他にもちょっとやりたかったことがいくつかあるので、まあ、そっちにリソースを割けるかなってとこですね。それこそショールームのアバターが特にそうなんだけどね、あんだけね作りたいって言っときながら、マジでちょっと本当になくて時間が、なのでどうせならね芋を作りたいじゃないですかっていうわけでございますよ。うん、あそうメンバーの髪型も答え合わせじゃないけど、あのプロセカの参考、あプロセカなんですけど、ちなみに参考画像、そう参考画像を、そうなんか合成させようと思ってたの。そうまあそれは明日できるかな、明日やります。うんそう、いやそうエゴサさツイッターでさしようと思ったらさツイッターエラー入れてさいやなんか昨日今日と普通に見てて、もう一回後でじっくり読もうと思ってメールにもそう書いたんですけど、もう一回後でじっくり読もうと思ってって、それで仕事終わってみたらツイッターエラー入ってて、そうそうなんです、わかんない、今もなのかな、そう今もちょっと調子悪いよね、さっきは見れたけど、でもちょっと遡ってみるにはちょっとそこそこの量なんで、ありがたいことに水飲みます。
猫が歩いてった、私の額の上を。よいしょ。ツイッター不具合がトレンド入り、 X だけど、あのさ、その不具合をさ分かるぐらいツイッターをやる人って、あのまだ X のことツイッターって思ってる人なんですよ。私がそうなんで分かるんですけど、結局そう、ちゃんとそのまだ X と認められてない人、認められない人、私がそうなんですけど、なんで不具合になるほどツイッターをやる人ってそういうことです不具合になるほどって、不具合に気づくほどね。まあ知らなんだです、どうとでもしてくれ。まあどうなることやら。え、リプライってリプライじゃないの？今もう、もしかしてだけど、もしかしてだけど、なんかポストはねまだちょっとね。でもポストって言われてさ、あの赤のやつさ、赤の口開けてるやつの方がさ、なんか見覚えあるからさ、ポストって言うとちょっとどうしてもそっちの方が印象強いんだけどさ、うん、日本人からしたら、日本人だけなのかな、ちょっと分かんないけど。でも海外もあれポストって言わないの？うん、海外もポストだよね多分。あれ本来に日本語だと郵便受けとか、いや郵便受けって家についてるものか、郵便箱、あれなんていうの、ポストって日本語でうん、ポストも最近減ったよね。わかる、あのさ、今コンビニでさ大抵あのあるじゃないですか、ポスト代わりのやつ、どこも大体あるよね。だから私あんまりその自分から郵便を出すこととか手紙を出すことって基本的になくて、まあ一人暮らししてるとはいえ、まあなんて言ってんですかね、難しい、なんか別に私からさ何か物を出すことって基本的にないわけよ。これ郵便の話してますで、何、ローソンしかないの？え、本当？マジ？あ、じゃあローソンがこの世のたくさんの場所にあるんだあ、そうなの？あ、なんか、あ、そうなんですか？わかんない、ちょっと、あ、そんなもんでしたっけ。まあ郵便局あるしね。そうで、その自分の、ん、自分からまあポストに何かを入れることはまああっても、私速達、速達だっけ、でその今日中に発送みたいなやつあるじゃないですか、速達、うん、なんか反抗すやつ、あれ私一回出したことがあって、なんかその今日中に出さなきゃいけないものがあって、それがほぼ初めてでしたねうん、なんかあのさ、ポストだと、てかもう夕方過ぎてて、ポストだともう明日の週2になっちゃうから、ミニストップにもポストあるよ、セブンにもポストあった、あるやんまあ多分あるないがいろいろあるんでしょうねきっと。そう、まあ U パックとか売ってるしね、普通にローソンとかコンビニ意外とあったね。まあ、ミニ
ミニポストって言いそうになった。ミニポストってなんやね。うん、まあ新潟ないんですけどね、ミニストップは。うん、そうだ、ポストだから、なんかこう自由に出せる時間が増えたって言ったらいいかな。昔はなんかポスト、あの赤い口のポストに入れるしかなかったけど、そう、公衆電話ね、確かに公衆電話なくなりましたよね。全然最近見かけないもん、公衆電話ね。使ったの、ほんと一番最近でいつだろうな、もう数年前とかの話だと思うんですけど、ね、なんでこんな話してるんだろう。うん、はい、生誕祭楽しかったよって話でした。絶対違うよ、絶対違うんだけど、絶対違うけど、うん、ね、テレフォンカード日の持ってるよ。なんか昔親から何かあった時、お金なくなった時でも使えるからテレフォンカード持っときなさいって言われて、あのディズニーのテレフォンカードがあるんですけど、あれ、そう、あれまだ持ってますね。絶対使わないだろうけど、あ、売ったら高い。そうなの、プレミアついてんの、マジ。へえ、まあちょっとしたいいものです。それでは壇上見ます。早いね、今日、今日っていうか始めたのが遅いんだけど、ひのひのさん、のむさん、よったさん、たむひどさん、ベロさん、埼玉のかたつむりさん、ゆかおしじいさん、突破球さん、しんいちさん、いちたさん、ひよりげたさん、いぬくんさん、とうごさん、ありがとうございます。水が詰まった。それでは今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバイ。また明日生誕祭のツイート多分します。バイバイ、おやすみ。